レイトン教授と最後の時間旅行、これまでのあらすじ。六角島へ向かったレイトンたちだが、立ち塞がるマフィアの話により、ボスが留守中であることを知る。未来のレイトンの行き先を探すため、ダウンタウンでの聞き込み調査を始めるのであった。まあ、いないみたいなんでね。そしたら、じゃあ移動しましょうか。なんだこのアートな感じの壁は。またアーティストですか。ひどい落書きだね。困ったね。あ、落書きか、これは。ただの。どうしたんですか？これを芸術という人も、いそうですが。僕の家の塀に、ひどい落書きをされてしまったんだ。いたずらのつもりかもしれないけど、このままにしておくわけにもいかないじゃないかね。消すのは難しそうですね。ペンキで上から塗りつぶすしかないね。そうだ、ペンキといえばこんな謎を知ってるかい？ペンキの謎。壁塗りの悩み。ある家の古びたレンガ塀が変わった模様に塗り替えられていた。図のように、白地に5つの模様が描かれている。この様子を見ただけで、一番使われたペンキの色がわかるはずだと言われたら、あなたにはわかるかな？色の名前をひらがなで書いてほしい。そうですね。この中で言うとそうだね。どれだろうな。赤がやっぱ怪しいかな。赤か黄色か。いや、青も怪しいけど。そうだね。一応ヒント見とくか。最近使ってなかったし。使ってなかったかな、最近。わかんないけど。面積を計算でというのも悪くないけど、もっと簡単にわからないかな。もっと簡単にわからないかな。それぞれの模様が塗られた部分のレンガを数えてはいないだろうか。いや、まあ今数えてましたけどね。それでも見落としがなければ答えは出るかもしれないけど、もっといい方法があると。使われたペンキの色は赤、黄色、緑、黒、青だね。おや？それだけかな？ん？赤、黄色、緑、黒、青。赤、黄色、緑、黒、青。一番使われたペンキの色。はい、なるほどね。そうですね、一番使ってる色を忘れてました。白。後ろにめちゃめちゃ使われてましたね。そっか、解けましたよ、先生。そっかそっか、それはそうでしたね。下地に塗られた白が最も広い面積に塗られているのは間違いない。そうだよな、最初からあるってわけでもないもんな。それは白地のペンキで塗られたからそういう色になってるわけで。お見事だね。そうだ、いいことを思いついたよ。どうするんですか？綺麗に塗りつぶしてもまた落書きされちゃ困るね。まあまあそうだね。だから誰かがここに素敵な絵を描けばいいんじゃないかね。お、じゃああなたが描けばいいんじゃないですか？素敵な絵が描いてあれば、そこに落書きするような悪い奴はいないはずだよね。あ、それはいい考えですね。うふふ、そうだろう。誰が描くの、ここに。で、誰が描くの。なんか、ひょっとしたら、我々が描くのかなと思ったんですが、そういうわけでもなさそうですね。あれ、しかも、こっから移動はできないか。
あ、ここに絵を描いてくれる人を見つけてみるよ。僕の名前はダミアンさ、また見に来てくれよね。そっか、じゃあ次来るときはここに素敵な絵が飾られてるかもしれないと。ここ駅か。なるほど。まだここに用はないのかな。一応ここで情報を集めなきゃいけないんだもんね。いや、なんか用か。六角島の住人がいなかったんだ。君何か知らない？文字知ってるさ。でも言わない。奴はとびきりやばいんだ。あ、知ってんの？じゃあ教えてよ。そんなに危険なのかい？噂だけどね。みんな命に関わるって言うぜ。どんな噂なの？そんなやばい奴なのか、レイトンさんは。よくわかんないんだけど、奴は変装して街に出てくるんだって言うぜ。やばいだろ。俺はもう行くよ。それだけ聞いたら別にやばくないんじゃないか。普通に堂々とレイトンさんの姿で来ないっていうことか。そうか、もうサイリさんそんな優秀なオウムに育ったんだな。いらっしゃい。ポルテのアジアンカフェにようこそ。ご注文は？いや、ちょっと聞きたいことがあるんですよ。六角島の主についてなんですが。ふん、お客さんじゃないので、まあいいわ。さっき、我々、タンメン頼んでませんでした。もう一回この店の外に出たら、また注文しなきゃいけないってことか。私たちは六角島の主に会いたいのですが、どこかに出かけてしまったらしいんですよ。なんか、話は聞いてませんか？ここにね、来るお客さんがなんかそういうこと言ってたとか。こちらのお店に姿を見せたりしてませんか？六角島の？見たことないね。下っ端の人たちなら毎日サボりに来てるけどね。ってことはこの辺りには彼らのボスはいないってことじゃないかしら？あなただって上司のいそうな場所では怠けないでしょ？確かに。素晴らしい論理的な洞察ですね。確かにその通りです。ふふ、お世辞はいいから。次に来た時は何か注文してね。ということはこの辺ではないということか。了解だ。あ、ちょっと待って。一応、ギャングにも話聞いとくか。一応あなたのボスを探してるんでね。あ、ボスだと。人が気持ちよくサボってるのにそんな話題持ち出すんじゃねえよ。バーにでも行ってるんだろ。バー。分かったなら話しかけるんじゃねえよ。バーなんてあんの？この辺に。今んところ見たことはないね。一応この人にも話聞いとくか。ふっほほほ、六角島はこちらではありませんぞ。そんなの知ってます？僕たち調査中なんですよ。ほほほ、学校の研究か何かですかな？じゃあアジアンストリートの人全員に話を聞かなくちゃいけませんな。それが済んだら私にも聞きなさい。ひほほほ。全員に話聞いた後にあなたに話聞けばいいの？教えてくれたっていいのに、不親切な人ですね。なんだなんだ。何かあるのか、この人は。そんな凄そうな人には見えなかったが、意外に重要人物か。お。またバナナの皮が落ちてるやろ。また明らさまな謎ですね。ここにもバナナの皮が落ちてますね。誰かバナナ好きな人でも住んでるのかな？あ、ボストロさんじゃないですか？あれなんだっけ？ゴリラみたいな人。それにしても、ポイ捨ては良くないね。僕、拾ってきます。待ちたまえ、ルーク。何ですか？バナナといえばこんな謎がある。解いてごらん。また。またバナナの謎。ツルツルバナナ2。前よりちょっと難しくなってるんでしょうね。図のような道がある。スタート地点から目的地まで向かうけども、まあ、前とルールは一緒でしょう。そしたら、そうだね。なんか、あ、待てよ。今回なんかわかんないけど、どこまでも行きそうな通路があるね。あれ行ったら絶対ゲームオーバーでしょ。
そうだな。あ、いけるいける。これもいけるじゃん。なるほどね。なんか分かってきたわ、この謎の解き方の感じ。やった、もっと謎が解きたいです。お見事。甘くて美味しいバナナは日本では生で食べることがほとんど。しかしバナナの主な産地である熱帯では調理用などの甘くないバナナもある。知らずに食べるとびっくりするよ。へえ、食べたことない。そういうのは全く。こんなものが落ちてるなんて危ないな。誰かが転ぶ前に気づいてよかったね。さあ行こうか。そうだね。では、先に進みましょうかね。一応調べてから行くか。これは何かしら。ゴミ箱とかじゃないですかね。よし。まあ、こんなもんだろう。あ、この中。ドクトリー、邪魔だよ。どいてくれ。あ、早く行かなきゃ。ここにいそうにないよな。バーにいるんでしょ、レイトさんは。あー、びっくりした。今の人ずいぶん慌ててたわね。しかも靴だけでなく、ズボンまでずぶ濡れで。あ、また濡れてる人？またあれかな？あの、関係者、なんかさらわれてきた研究員だかなんだか。あんなにたくさん本を買って、このお店の常連さんなのかしら？お店の人に聞いてみましょうか。聞いてみましょうか？あ！ありがとう、さゆりさん。いらっしゃいませ。何かお探しなの？なんかさっきズブ濡れの人がいませんでした。ズボンと靴がズブ濡れのやばい人。漏らしたのかなっていう感じの人。ついさっきこの店から出て行った人、ものすごく急いでましたね。まあ、ドクトリーさんね。あの人はいつも急いでる。あ、結構じゃあここ来てるんだ。靴とズボンが濡れてました。そうなのよ。何でも仕事をしているところからこっそり抜け出してくるらしいわ。補修に水たまりでもあるのかしらね。そういうことなのか。水関係の場所にいるのか。お魚と遊んでいたのかしら。それとも池の中で働いているのかしら。さあ、詳しい話はしてくれないの。いつも大急ぎで本を選んで大急ぎで帰っていくんですよ。お魚を覚えた。ほー、なるほどね。まあ、有益な情報は得られたけども、かといってって感じだな。よし、行こう。あ、いるじゃん。なんで僕は急いでるんだ。怒られちゃった。ルークが誰にでも声をかけるからよ。アルマさんもかけるじゃないですか。そんなこと言ったって、調査のためには仕方ないですよ。でも話をしたくない気分の人もいるかもしれないわ。それは確かにあるかもしれないですね。ねえ、君たちの喧嘩は勝手にやってくれないか。僕は行くよ。何を急いでるんですか。どこに行くんですか。あら、ダメですよ。なんだって。靴とズボンがずぶ濡れですよ。どうしてですか。その疑問が解決されない限り、あなたを行かせるわけにはいきません。いいじゃないか。本当に急ぐんだからね。行くよ。ダメですね、つったのに。ああ、行っちゃった。ルークが怒らせるかい。アルバさんも怒らせてましたよ、今のは。そうかな。今のはアルバさんだってな気がするな。あ、先に行けるようになってる。お、これは、この人は前にも見たことがあるぞ。こんにちは。あ、どうもどうもこんにちは。僕、ヘイゼルって言います。
そっか、レイトンさんが話しかけなければ普通に答えてくれるんだな。あ、レイトンさん出てきちゃダメですよ。こんにちは。ん、あれ？どうも、何度も会いますね。我々、何か縁深いんでしょうかね。ああ、可愛い女の子で騙したな。クソクソ、僕なんかに女の子が話しかけてくるなんておかしいと思ったんだ。ネガティブ。男の純情を踏みにじったら、鬼、悪魔、うわそこまでのことをしたんでしょうか、我々。よくわからないが、あの人にとってはひどいことをしたようだね。我々のわからない世界ですね。そうですね。面白い人ね、ルークのお友達？お友達になりたいんですけどね、一向にお友達にならせてくれないんですよね。それだけ？それだけか。私、ミーマ、あなた、お名前は？アロマです。ミーマさん、ご機嫌いかがですか？あ、女性か。あまり良くないわ。わからないことがあって考えすぎて頭が痛いの。あ、それはおそらく謎でしょうね。突然こんなこと頼んで申し訳ないって思うんだけど、この謎の答えを教えてくれないかしら。まあ、その気持ちちょっとわかるわ。気になっちゃうよね。なかなか解けないと。これはレイトングラムだ。小鳥の影関係ねえじゃねえか。レイトンの5つのピースを小鳥のシルエットに収めて、本物の小鳥を見つけ出そう。なるほどね。はいはい、やってみましょうか。ここか。あ、で、これでいけるじゃん。よし。なんだかドキドキします。先生、私にも解けました。アロマさん、レイトングラムはね、やっぱアロマさんが解かないとね。まだ小さくて飛ぶこともできないひな鳥のようだね。こんな難しい謎を解くなんて、あなたってすごいのね。謎解きも花嫁修行なんですよ。これチラッとレイトンさんを横目で。一切さ、ボスの情報得られてないんだけど大丈夫かな。他にもじゃあなんか謎があったりしないか。お、動物に関係する場所なのか。やたら。あ、入っちゃった。ここは何屋さんですか？おや、かわいいオウムだね。こんにちは、僕、サユリさん。ずいぶん上手になったんだな。おや、お前はサユリさんなんだね。私はヘザーだよ。こんにちは、ヘザーさん。僕はペット屋さんですか？うちのサユリさん、ちょっとね、そういう目で見ないでくださいね。うちに入れよう、みたいな。おや、こんにちは、ちょっと違うんだよ。僕は動物のお友達を見つけるところ、あなたはサユリさんのお友達でしょ？あ、そういう場所なんだ。何で生計立ってるんですか、じゃあここは。もちろんです。あ、僕、ルークって言います。あれかな、今流行りの猫カフェとか、そういう感じの、動物カフェ。おほほ、ルーク、これからもサユリさんと仲良くね。いや、普通にいい人だ。やめろ、やめちまえ。おい、ここじゃねえ、使う場所はそれ。サユリさん。サユリさん。どういう気持ちで今使ったの？今使い時だと思ったのかな。ふほほ、ごきげんよう。あ、会話が変わった。かの黒帽子の怪人にはお会いになれましたかな？いやー、まあ、特に情報は得られてないですね。残念ながらお出かけ中のようでしてね、彼の行きそうな場所を調べているのです。へっほほほ、それならこの辺りを調べても無駄ですな。え、おじさんは行き先を知ってるんですか？最初から教えてくれればよかったのに。ほほほほ、これは口が滑ったわ、いかんか。やっぱり知ってるんですね、教えてください。謎が条件、謎解きが条件とか言うなら謎解きますから。ふっほほほ、相変わらずストレートな子ですな。よろしい、ヒントを教えて神髄を正し。ただし？
私の妻に今日のお昼は外で食べると伝えてきてほしいのです。自分で言えばいいのに、誰ですか、あなたの奥さんって。おじさんの奥さんに。でも僕たちはおじさんの奥さんを知りません。ほほ、私の可愛い妻はですな、町外れで花鳥市場という店をやっております。あ、もしかしてあの動物の友達を探す場所みたいな言ってた、あそこか。行けばすぐわかるはずですぞ。わかりました、奥さんに伝言をしてきますよ。はぁ、あの人があなたの奥さんだったんですか。あのいい人そうな人が。あ、ここの店ね、ここだよね、多分ね。ヘザーさん、伝言があるのですが、どうやらルドルフからのようですね。あのヤドロク、見せ場もしないで散歩ばかりしてるんだから。散歩、そうですね、ずっとあそこにいますね。先生、ヤドロクって何ですか。さあ、知らない方がいいんじゃないか。あ、そうだ、あのルドルフさんから今日のお昼は外で食べるからとの伝言です。はは、またポルテの店に行く気だね、あの浮気者。毎日コーヒーを飲みに行くなんて言うから、どうも様子がおかしいと思ってたんですよ。すごい、でもポルテさんはポルテさんで結構な、あの落ち着いて、そういう三角関係がこの街にあったのか。孫もいるってのにいつまでも医療費が抜けないんだから、何を考えてるのやら。ああ、腹が立つ。そういうタイプでもなさそうなんだけどな。ではお伝えしましたから、本当にバカなんだから。あら、誰もいないわね。なるほどね、いろいろみんな大変みたいですね。ああ、怖かった。浮気はいけないわ。アルマさんの目が真っ黒だ。ところでレイトン先生は、ああ、驚いたね、君たちは逃げ足が早いな。すいません、驚いてしまって。まさかね、あのヘザーさんがあそこまで豹変するとは。レイトン先生、浮気はいけないことですよね。当然さ、英国紳士としてはね、やるやつの気が知れないね。さあ、これでルドルフさんとの約束を果たしまして、ヒントとやらを聞きに行きましょう。レイトンさんは結構いろんな女性に声かけてる気がするがな。まあ、行きましょうか。じゃあ教えてくださいよ。ふっほほほ、かわいい妻に伝言をしていただけましたかな。でもヘザーさん、すごく怒ってましたよ。なんですと。ポルテさんがどうとか、一応伝えておきましょうかね、それもね。ほ、誤解があるようですだ。まんざら誤解でもなさそうだな。誤解？私は宝石のように妻を大事にしてるのでしたら、疑われるようなことは何も。まあ、よろしい。約束通りヒントをお教えしましょう。そうですね、我々次第なんで、ことの情報をね、伝えるのは我々次第ですよ。ポルテさんとの、まあ、実は、ね、本当のことみたいなね、そういうこと言うのも我々次第なんで、ちゃんと教えてくださいね。これは噂ですがな、あの怪人は暇さえあれば、テムズ川の見えるあたりに、足を伸ばすそうですぞ。あ、じゃあこんなとこまで来なくてよかったね。テムズ川の見えるあたり。ふっほほほ、噂ですがな、調べてみてはいかがかな。そうですね、情報ありがとうございます。それじゃあ行ってみようか。若い方は慌てんぼうですな。まあまあ、これでも持ちなさい。これはバー。バーのチラシ？これは？川の近くのお店だそうでしてな。バールースって大人の行くお店ですね。まあ、お時間が終わりでしたら寄ってみなされ。いろいろとありがとうございます。それではこれで。ああ、君。何ですか？ルークに何か言うんですか？ヘザーは怒っておったかね。
そうですね。ブチギレ。ブチギレでした。はい、ものすごく。そうかね。いや、ありがとう。頑張ってくださいね。テムズ川の見える場所か。ダウンタウンに来る途中の丘からよく見えましたよね。レイトン先生、あの丘から川の方に行くことができます。そこは行ってみましょう。ふふふ、面白そうね。アルマさん、これは真剣な調査ですよ。遊びじゃないんですよ。いいじゃないか、ルークが。謎が僕らを呼んでるんだ。ワクワクするだろ。それもそうですね。さあ行きましょう、先生。楽しみましょう。みんな張り切ってるね。よし、川の見える丘まで戻ろう。愉快な集団だ。お。じゃあここで今回は終わりにしましょうか。ご視聴ありがとうございました。